I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello, people. Today we are doing a continuation of Digimon Cyber Sleuth. Memories Hackers. And sorry if there's a little latency. I'm using a browser source for a webcam called VOD.Ninja. So please enjoy the video.私、外出るの久しぶり。学校行ってないよ。行ってなかった？私、お前、会えてよかった。この間のことを謝りたくてさ。突然怒鳴ったりしてごめんな。格好悪いところを見られて情けなくてさ。あいつら同じクラスの連中だよ。何かと目をつけられちゃっててさ。お前が来てくれて助かったよ。あいつらお前がハッカーだって噂を聞いてビビってたから。本当は気の小さい奴らなんだ。群れなきゃ何にもできない臆病者だ。そんな奴らにすらビビっちまう俺は。もっと情けないけどな。それよりさ、ここがお前が行っていた店なのか？なんか取り込んでるみたいだな。それじゃあな、また連絡するよ。早く連れてって。
ちょっと疲れただけ。何あの人、すっごく怪しい。ねえ、話しかけてきて。何かしてるみたい。気になるから聞いてきて。小坂明の調査。おや？あなた、ひょっとして私に興味が終わりで？怪しい。私が？いや、それは気がつきませんでしたね。道理で道行く皆さんが私にチラチラと視線を投げかけるわけだ。不審者だと思われていたのですね。しかし、おかしいですね。交番でちゃんと調査の許可を得たはずなのですが。あって、私の見た目とおっしゃいますと、どこかおかしいですか？おっと、申し遅れました。私は上白エンタープライズの研究員でして、スウェドはこの辺りのデジタルウェーブ地に異常を発見して、こうして現地調査にやってきたわけでして。私と同じだ。おや。これはこれは奇遇ですね。あなた。その、最近の怪現象の正体なんじゃないかと。おう、おう、おう、それはそれは、なんとも喜ばしいことですね。将来、実は私も同じ推測を立ててここにやってきたのですよ。どうです？よろしければご一緒に調査しませんか？若くて聡明な感性による意見は何より貴重です。この人、いい人だね。ご覧なさい。ここ一帯のデジタルウェーブ値が数時間前から異常な高まりを示しています。新宿のどこからこんなにたくさんのデジタルウェーブが流れてくるんだろう。エデンじゃあるまいし。いや、仮想空間とは違うと決めつけてはいけませんよ。現実世界にも仮想空間同様エネルギーの流れは存在します。そっか、一般的にはデジタルウェーブはデジタル情報を運ぶエネルギーの流れと考えられているけど、大きな交通網が敷かれている場所にはそれと似たエネルギーがとどまるって仮説をネットで読んだことがある。その通り。特にここ新宿のような人も交通の便も活発な場所には様々なエネルギーが集まる可能性があるというわけです。しかしそれを踏まえてもこの変化は異常ですね。
まさか物理体が情報体へと変異する瞬間を目の当たりにできるとは。これぞまさしく体現象の正体。デジタルウェーブが局所的に高まることによって引き起こされるデジタル体への変異、変態、いや、離婚、よろしい。この現象をデジタルシフト、中はどうなっているんでしょうね。楽しみですね。私たちも行こう。だって楽しそうだもん。君のデジモンが。おいや、君たちはハッカーでしたか。駅の中はさらにデジタルシフトが進んでいるようですね。デジタルモンスターまでもがエデンと同じ形で現れている。現実にデジモンが現れるなんて。ワームも端末に入れてくればよかった。内部は特殊なデジタルウェーブが渦巻いているようです。つまりここは現実世界でありながらデジタル情報で構成された世界。現実世界そのものが電脳空間、つまりこの空間では人為的な干渉が可能になる。お分かりになりませんか。現実がデジタルにシフトする、これすなわちプログラムを用いて現実世界に干渉することが可能になるということです。ハッキングできるってことは。ご名答。まだ部分的なものであるこの現象が世界全てを巻き込めば、あらゆる事象の改変も可能になるかもしれません。そうすれば現実で不可能だったことが可能になる。すごい。うんいやはや、あなたはなかなか柔軟な頭をお持ちですね。私の思考について来られる方に出会ったのは久しぶりです。ひらめきの反射速度が通常とは違いますね。まるで、ひょっとしてあなた三島エリカさんではありませんか。なんで私の名前は。やはりそうでした。大したことではない。やはりいました。おや、君もイーターに遭遇したことが終わり。イーター。あれも私の研究対象でして、私はあれの気をつけてください。エデンであれに捕食されると、データは侵食され、構造もアルゴリズムも無秩序な状態になって、詰まるところ、バグ化してしまう。この空間で我々の体がどれだけデジタルシフトの影響を受けているか、定かではありませんが、接触すれば無事では済まないでしょう。まもな相談なのですが、よければ。デジタルモンスターにイーターへの耐性があるかどうか実地調査をしたいと思っていたところでして、それなら後ろ襲ってきますよ。絶対に負けられない。
わなくて結構ですよ。データは十分に取れましたので、ピーターと接近しても異常はない。やはりデジタルモンスターはイーターへの耐性を持っているようですね。それが分かっただけでも今の戦いは大きな収穫と言えるでしょう。いや、ごきげん。対抗方法も分かったことですし、これから本格的に調査と。おい、誰かそこにいるのか？まだ調査の邪魔はされたくありませんね。あなたたちはもうお帰りなさい。私のことはくれぐれもご内密。待って、まだ話を。お前さんは、龍神とこの子。エリカちゃんじゃないか。こりゃいけねえ。急いで外に運ぶぞ。あら、お前さん。お医者に話を聞いてきた。エリカちゃんはひとまず大丈夫のようだ。お前さん聞いてかったのか？俺の口から言うのも妙なんだがな。エリカちゃんは脳に特殊な疾患を抱えている。あれはもう何年前になるかな。エリカちゃんとご両親が乗った自動車が交通事故を起こし、その事故が元でご両親は亡くなった。エリカちゃんの病気も、その時の事故が珍しい症状で、どこの病院でも治療法が見つからなくてな。リュウジの野郎はあちこち駆け回ったらしい。このセントラル病院で、ようやく治療らしい治療を受けられるようになったそうだ。エリカ！落ち着け、リュウジ。エリカちゃんは大丈夫だ。軽い発作だと。またよしさん。すいません。エリカが迷惑。なーに、俺はたまたま居合わせただけだ。そばについていたのはそこの坊主だよ。お前の顔も見たことだし、そろそろ失礼するよ。すいません。礼はまた後で。そんなもん気にすんな。また店に寄らせてもらうよ。お大事にな。あんまり気に合うんじゃねえぞ。ロビーで待っていて。面倒をかけた。すまん。好きなんですか？私も好きです。でも、いざ自販機の前に立つと迷いますよね。あなたのおすすめ。マンゴージュースに自動販売機のジュースなのに
1個10万そのあまりのうまさに昇天する人が後を絶たずミラクルジュースの異名を取る有名なエンターテイナーやバスケ選手までが愛飲しているという噂もあるわけで、これを選ぶとはやはり一味違いますね。でもこのジュースお値段も結構するんです。残念ながら今日は現金の持ち合わせがありません。他におすすめはありませんか？ああ、やはりこういうのは己の胃袋、心の声にそういうところもきちんとしているのです。やっぱりあなたは他の人とは一味違うみたいですね。お会いできてよかったです。ではちゃんと自分で考えてみることにします。いいでしょうか。店へ戻るぞ。エリカは 2,3 日入院する。そっか、入院になっちゃったか。ここんとこ調子良かったのにな、お嬢。言っておいて欲しかったって。言って。どうなる？聞いていれば、エリカを外に出さなかったか。エリカを閉じ込めておけばよかったって。そうすれば、あいつが喜ぶとでも。そうすれば、あいつの病気。お前に話せば解決したか。お前がエリカの面倒を見てくれるのか。俺のいろいろ大変なんだ、あいつ。両親亡くしてから一人でお嬢の面倒を見てきたからさ。気にすんなって。そういや、又吉さんに会ったんだ。元気だったか、あのおやっさん。あの人には昔よく世話になったんだ、柔道の時に。ま、この話はそのうちな。ともかくお嬢が戻ってくるまでチームとしての活動はなしだな。